ゃあ次の問題。仕切りカウンターの高さは何種類？2種類。その通り。完璧だよ、アイナ。私しか当てねえじゃねえか。皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2022年12月22日木曜日の午後3時0分です。今日は大きなニュースは特にありませんが、せっかくですので一つだけ季節の話題でも。今日みたいな雪の日は一段と冷え込みますよね。ですがこういう日は雪の結晶がたくさん舞うので、とっても綺麗だと思います。雨でそっと吹けば捕まえられるので、試したことがない方は挑戦されてみてはいかがでしょうか。そうだ、DIY レシピのアプリをお持ちの方に雪の結晶のリースのレシピをお送りしました。雪の結晶を見つけられた方はぜひ作ってみてくださいね。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。え、でさ、なんか DIY のレシピ、新しいやつ、これ、え、これじゃないよね。これか。え、これがリース？マジで？思っとったんと違う。普通にこういう丸い感じのを想像しとったんやけど。え、オーナメントのリースかわいいな。今初めて見たんやけど。めっちゃかわいいんですけど。雪の結晶のリース。4個でできるんか。じゃあ一応、ちょっと、とりあえず集めて1個作ってみよっかな。どうも。お、もうすっかり冬仕様やね。アイナさん、最近お見かけしませんでしたけど、どうされてたんですか？ひょっとして本を読むのに夢中だったのかしら。それでめちゃくちゃ家から出てこん感じ。ふふ、そんなに面白い本でってなら最高に幸せですよね、ダフン。すごい、ちゃんとなんか雪がしばらく地面に落ちた後も残ってね、ちょっとしてから消えるんやね。本物っぽい感じ。雪の結晶、溶けないようにそっと触ろう。いや、現実やったら一瞬で溶けるけんね、触ったら。人の体温に耐えられるわけがないんだな。おお、2つあるやん。あっちも取れるかな。イエーイ、あっという間に。ん、レックスが歩きよったね、今。あ、なんてこと、網が。今までありがとう。もう網持ってねえな。買うか。あ、せっかくそこにせっかくそこに雪の結晶が待ってるというのに。なんかお風呂2つもあるんやけど。いらっしゃいませ、ませたぬき商店、ようこそ、ようこそ。売り場でお湯まで貯めてくれてるパターン。てかなんか私めちゃくちゃいっぱいあるんやけど、さくらんぼの帽子は売れるやつだね。え、私なんでこんなにいろいろ持っとんやろ。ちょっとよくわからないんだけど、たくさん持ってるな。必要なものがありましたらお申し付けくださいませ、ませ。今回はカラフルだね。買います。よし、めちゃくちゃお湯あふれんの、あれ。現在進行形でめちゃくちゃお湯が流されよったんやけど。カラフル、カラフル。お、ヤッホー、一徹ごめん、殴った。違う。あ、アイナじゃねえか。おめえのそのマヌケの面、久しぶりに見た気がするな。相変わらずそうで安心したぜ。ってか、なんかすごい泥棒みたいな格好やね。そんな真っ黒なん、全体的に。雪の結晶、雪の結晶。待ってないな。いや、愛媛もさ、明日なんか雪の予報になっとって、今日はね、なんかあの何あれあれ、強風注意報みたいな出とってさ、めっちゃ風強いんよね。さっきすごい風の音聞こえてきてびっくりした。
全然待ってないんやけど。え、あんなに連続で見つけたのに。お、え、ぽい音聞こえた気がしたんやけど、気のせいかな。あれ、雪の結晶が舞い降るような音が聞こえた気がしたんだけども、気のせいですか。いいね、こんな季節に蝶々飛んでる。ん、今、あれ、気のせい、またまたしても気のせいか。あ、ほら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 、来たー。よし、これで作れるね。作ろ作ろ。ちょっと前までさ、虫とかめっちゃ飛びまくりよったけど、もうね、すっかり現実では虫なんていないんすよね。 DIY で何か作ろうかな。作ります。はい、雪の結晶のリース作ろ作ろ。こんなまんま雪の結晶やと思わんかったわ見た目んで、ちょ、付け替えよ付け替えよ。持ち物パンパンやけんさ、一旦ちょっと整理するわ。こんな感じ、いい感じ、かわいいね違う違う違う。まあ、クリスマスのリースもちょっとね、まだ普通に使うけん置いておくとして、いらんもんいっぱい。島とねりこって何？なんか2つあった気がするんやけど。ほらほら、なんなん島とねりこってなんでそんなん持っとんやろ。セカンド、あ、この辺はあれやんね、シャンクから買ったやつやんね。ブラックバス持ったまんまなんやけど、なんかとりあえずこんな感じで OK にしとこ。もう必要ないって時にはね、すぐ現れるんよね家出て速攻で。さてさて、お仕事に向かえますか。いつでもここはあったかそうだな。待ってたよ、あいな。今日も頑張ろうね。そうそう、聞いてよ。おいら、ついに新しい DIY レシピを完成させたんだ。何？君がいろいろ教えてくれたおかげだよ。ありがとう。約束通りレシピを教えたいんだけど、せっかくだし学校でやろうと思うんだ。早速だけど、今から来てよ。学校で？授業？そんなズカズカ入っていけるもんな。それじゃあ特別授業を始めるよ。おいらのことはニコ先生と呼ぶように。なんてね。みんなおる。ニコ先生頑張って。さて、今日教えるのは柱と仕切りカウンターのレシピだよ。最初に柱と仕切りカウンターがどんなものなのかを説明しておくね。まずは柱について。おー、なんか現実っぽい、現実っぽい。めっちゃ単品で使っても存在感があるから部屋のアクセントになるんだけど。あ、すごい。仕切り壁とつなげればこんな風に直角に曲がった壁を作ったりできるんだ。次に仕切りカウンター。こっちも仕切り壁と同じく部屋を仕切るためのアイテムだよ。仕切り壁と違って背が低いから空間を分けても部屋が広々として見えるんだ。仕切りカウンターは高さが2種類あるから、使い分けたり組み合わせ使ったりいろいろできるんじゃないかな。すごい。仕切りとしてだけじゃないってことやね。ということで、イメージはつかめたかな。じゃあちょっと問題を出してみようか。はい、そこのあいなくん。何？柱と仕切り壁をつなげると何を作ることができるでしょうか。直角に曲がった壁。正解。バッチリ分かってくれたみたいだね。すごいな、めちゃくちゃなんかね、現実っぽい感じになってきようよね。あいなちゃんさすが。じゃあ次の問題。仕切りカウンターの高さは何種類？2種類。その通り、完璧だよ。あいな、私しか当てねえじゃねえか。すごいね、ありがとうよし、まあこんなところかな。それじゃあいよいよレシピ教えるよ。あいな、スマホ出してくれる？ね、ナッティさんはなんで座らないの教師の立場？なんか副担任的な。
これでよし。作業台でそのレシピ通りに DIY してみてね。柱と仕切りカウンターは仕事でも使えるように準備しておくから、活用してくれたら嬉しいよ。では本日の授業はここまで。あざす。柱と仕切りカウンターのレシピを覚えた。どう使おうかな。どん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 さ、なんか現実的になっていけばいくほど上手い人がね、すごい才能を発揮しそうだわ。私はそういうのを使いこなせないからな。お、あやなちゃん待ってたわよ。今日も一緒に頑張りましょうね。頑張ろう頑張ろう。何あれ、あれは服ではなくて、ああいうマネキンっていうことよね。なんだあれ。あやなちゃんどうしたの。お仕事する。します。オッケー、お仕事を始めるのね。今日もよろしく。さあ今日はあともう外でってことか。何これ、確実に怪しい施設作る人おるよね。なんか前にもちっちゃい版みたいなのがあったけど、それと組み合わせて怪しい施設が作れそうな感じやね。どんどんいろいろと幅が広がっていくな。シンプルなものにこそ真実があると思うんだな。何真実って。時計のチクタクって音がないと僕眠れないんだよね。あーでもないけど、私自分の部屋に時計のチクタクって音はないけど、ただあの機械、パソコンのモーターの音とかめちゃくちゃ聞こえてくるけん、確かに無音では寝れんかな。もちもちの食感が癖になる手打ちパスタを作りたいね。どこにいようがみんなを守るナイトとして俺は生きていくぜ。なんか一人ファンタジーな感じやね。取り立て野菜でお料理ができるお部屋なんて素敵ね。ふんふん。雪のような真っ白な家具に囲まれて暮らしたいな。すごい、なんかちゃんとこの家具を使ってくれている。今日は誰が来ているのかしら。こっち側にも行くやつ。お、寝てないメディアス。あ、そうそう、その動きめちゃくちゃ好きなんや。かわいいよね。あ、そしてしっとりやつかの知らんやつかな。これを拾ったラッキーな君へ。テレビで DIY 番組を見てから僕の DIY 魂に火がついて、こんなレシピをひらめいちゃった。作り方もとっても簡単だよ。僕でも作れたくらいだもん。作ったらいつか見てみたいな。職人の3号より。鶴のラウンドラグ。鶴のラウン、鶴っていうのは植物の鶴なのか鳥の鶴なのか気になる。く、一瞬で上に行っていただきたい。これか、なるほど、植物の方やった。なるほどなるほど。まあね、鳥の方の鶴のラウンドラグってちょっとよくわからんよね。今回はどうしようかな。雪のような真っ白な家具。でもシンプルと通ずるところあるよね。これにしよっかな。どうも、私雪見です。あなたは別荘のコーディネーターさんですね。実は私この辺りの別荘に住むっていう夢があるんですよね。なのです。あ、雪の地帯いいやんね。氷とかお聞かせください。ありがとうございます。プロの方に相談できると安心ですね。それではよろしくお願いします。なのです。なのですって言われたら、私的になんかすごい日暮らしの羽生が思い浮かぶんだ。お世話になります。なのです。メリカちゃんでもいいんやけど、私の希望としてはこういう感じなんですけど。雪見生活、雪見様。なるほどです。素敵なイメージですね。ではアイナちゃん、ロケーションを選んで差し上げてちょうだい。やっぱこの辺じゃないかと思うんですよね。こう、どうかな。雪見生活。全然寒いところとかで大丈夫やと思うけん、ここにしよっかな。
ここにします。良さそうな場所ですね。早く現地を見てみたいです。なのです。それでは雪見様、良さそうな場所も見つかりましたし、あとは現地で進めてまいりましょう。アイナちゃん、雪見様を現地にご案内してね。これはこっちが凍えながら作業するやつ。一個だけなんか置かれてる。外？これ。ああ、いいところですね。ここが私の別荘になるなんて。どんな感じになるか楽しみです。なのです。誰が訪ねてくるんだろう。それではどうぞよろしくお願いしますね。雪見生活。あ、なるほど。雪だるま。いいね、いいね。で、とりあえず、家を。どうしよっかなぁ。やっぱこれかなぁ。形はこれやとして、んで、石かな。雪が積もってて邪魔なんだが。めっちゃ邪魔なんだが、白か水色か、これ水色じゃないんか、緑か。ベージュ、ベージュの窓付きにしよっかな。うん、これで。OK、OK。んで、あとは、DIY したことのある家具が選べるようになりました。OK。スノーグローブ、これスノーグローブって言うん。スノードームじゃない。雪が降るやつやろ？ん？別に降るとは限らんのか。クッション、三段雪だるま。ほうほうほう。外に置くもの、キッズ。なんか、こういうの最近さ、結構アマゾンとかで見かけるんやけどさ、自分が小さい頃こういうのめっちゃ欲しかったなって思うよね。なんか女子やったけどさ、いや、過去形じゃない。女子、女やけどさ、めっちゃこの、なんていうん？秘密基地的なのがね、すごい好きやったよね。なんなら今でもワクワクするけど。なんか、秘密基地とかさ、実際に作りよったもん。めっちゃ。これ左右に置いたら可愛くない？こんな感じ、こんな感じ。なんならちゃんと左右対称になってくれたら可愛いんやけどな。あと、外に置くのは、でも、なんやろう。別に寒いのが平気ってわけではないんかな。わからん。室外機。リアルな感じで。室外機。ひっそりとそこにね、現実味をちょっと。ソフトクリームランプとか置いとったら可愛くない？え？びっくりした。これ、もしかせんでもあれよね。屋根の上に乗っけれるとかいうわけじゃないよね。この辺置いといて。よし、これで。さあ、中に入ろう。なんか思ったより密閉感あるね。そんなに物を置いてなかったかなと思ったけど、結構多かったわ。よいそれじゃあ中に、この2つ。柱と仕切りカウンターがその他に追加されました。ふんふん。とりあえずは、壁と床を。白いキュートな壁。これ可愛くない？スノーフレークの壁紙。え、かわいい。白いボタニカルタイルの壁。白いペイントウッド。キュート。キュートもいいんやけどなアイス。寒そう。スノーフレークがいいかな。でも家の中って考えたら暗いんよな。まあ。アイス。なんか違う。雲？白いキュート、白いペイント。あ、でもこれでスノーフレークならあげとか。めっちゃ可愛いんですけど。あ、ちょっと待って。
この視点でちょっと。めっちゃ可愛いんですけど。超可愛い、超可愛い。やっぱこれは、あれかな、白いペイントフローリングかな。んで、ホワイトハートでもいいな。ベースのラグ。まあ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 、とりあえずこの辺から作っていこう。これ何？キューブライト。あ、なんか、ボックスタイプの椅子かと思った。クッション。とりあえずキュートなクローゼット。で、キッズテントかわいい。かわいいし、なんかここ、なんかあれじゃない？この周りの壁紙と相まってさ、なんか、夜キャンプしよるみたいな。え、めっちゃいい、この空間。え、超好きなんですけど。え、マジで私、あれや、自分の部屋にこういうテント欲しかったな。ね、めっちゃ欲しかったな。かわいい。え、ひたすらかわいい。今やったら多分ね、ちっちゃくって、入れんかもしれんけど。いいなぁ。え、これどうしよっか。え、てか、このさ、ソファーの上とかにクッション置きたいの。めっちゃ置きたいのにな。家具の配置。どの辺どうしようか。この辺に、この辺に、え、近いな。めっちゃ近いな。テレビを、あ、でもこっちじゃなくって、こっち向きかな。でもやとしたらもっと近いな。やっぱこうか。で、そこに、じゃテレビをね、置きたいんですけども、テレビはこっちか、壁掛け。50インチ、20インチぐらい。ちっさい。え、でもこんなもんでいいよね。よいしょ。いや、ちっちゃいか。これはちっちゃい気がするな。もうちょい、やっぱ50ぐらい？ああ、こんなもんか。まあ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 。なんか、壁ちょっと納得いかんけど、下だけ見れば完璧に可愛い空間。え、大きい、めっちゃいい。本当にもうなんかこのテント1個でめちゃくちゃ満足なんやけど、私。どうすかね。どうでしょうか。完成しました。ああ、ありがとうございます。長時間お疲れ様でした。丁寧にお仕事してもらえてとっても嬉しかったです。なのです。マジで今回そんなにかかってないと思うんやけど。どう？もうその左奥の空間最高なんやけど。いいよね。そこめっちゃいいよね。そのテントをめちゃくちゃ使ってほしい。ほら、キラ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 ーって。あ、めっちゃいい、めっちゃいい。あの空間に座っといてほしいな、写真撮るとき。素敵な別荘で大満足です。あなたと一緒にもっと見ていたいくらいです。もしお時間があったら、お帰りになる前に別荘の写真を撮っていきませんか？なのです。はい、もちろん。私が映り込むのはちょっと恥ずかしいですけど、たくさん撮ってくださいね、なのです。ってことで、ちょいと先に。はい、座って座って。まあ、横向きでいっか。んで、撮ります。
あーめっちゃいいな。あーでもすごくなんか、あーいい超かわいい。よし、あーいいいいいい、満足。 OK です。はい、何でしょうか。帰ります。満足したので。そうですか、よかったらまた顔を見せに来てくださいね。なのです。了解です。ん、アイノちゃんおかえり。はい、今回のお給料12000ポキよ。どうも。今日はもうお仕事終わる？それとももう少し働いてく？終わります。わかったわ、ゆっくり休んでね。これがすごく気になる。てか、あつ森の世界の人間と等身違いすぎるやろ服屋さんとかの幅が広がるんかな、これ。このワンピースのマネキンは5200ポキか。今のところはいいかなまた今度にしようっと。いやー、あつ森の世界にもこういう人は存在するんすかはい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやだってさ、あつ森の中ってマイブルシスターズとかあるけどねやっぱりこの体型のマネキンやしこの世界のアニメとかやったらあっちなんかな、逆に。